2010年にはタイピントン工業団地に敷地面積1万6000平米の扶桑チューブパーツタイランドを設立。日系の自動車メーカーや建機メーカー向けを中心に加工の現地調達をサポート。工場内には NC 旋盤、切断機、レーザー加工機を保有し、およそ80名のスタッフが日本同様のサービスを行っています。また2012年にはインドネシアジャバベカ工業団地に敷地面積1万平米の扶桑チューブパーツインドネシアを設立。主に日系の建機メーカー向けに加工部品の現地調達をサポート。こちらでも日本同様のサービスはもとより、建機向けの新ビジネスも2023年よりスタートしています。さらに2018年には中国江蘇省に扶桑交換無錫を設立。商社機能を主として中国産材料や加工部品を取りまとめ、扶桑交換グループへの輸入サポートを行っています。扶桑チューブパーツ海外拠点のネットワークを武器に、扶桑交換グループはアジアで戦うグローバル企業へ成長。今後も世界に視野を広げ挑戦を続けていきます。